こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る人とつながるをテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。今回紹介する本は岡田優さんのゼロメートルの旅、日常を引き剥がす16の物語という冊になります。出版社はダイヤモンド社です。こちらの編集担当の今野さんの X をフォローしておりまして、重版が決まったタイミングで岡田さんがまあそこに至るまでの経緯をの記事を拝見しました。それに興味を持ちまして購入をしました。私も旅をすることが好きなんですけども、歴史的な地を回るのも美味しいものを食べるのも、誰かと会うのも旅ならではの経験だと思っております。海外にはまだ行ったことがないので、いつか行ってみたいなというふうに思っております。この本には副題にもある通り16の物語が載っております。遠いところからだんだん近くなっていきます。新婚旅行で行かれた南極に始まり、最後は自宅というゼロメートルの旅の話で締めくくられます。結構危険が多いんじゃないかなと思われる場所にも体当たりで行っている様子が面白かったです。岡田さんの性格と思いますが、無駄とも言えるぐらい几帳面にしっかりとことを遂行する様子も楽しみました。私が特に印象に残ったのは最後のゼロメートルの旅、すなわち自宅なんですけども、これはどういうことかと言いますと、コロナ禍により外出が思うようにできなくなり、エアロバイクを購入されました。ただ漕ぐだけではつまらないと Google マップと連動して、漕いだ分だけ景色が連動して変わるようにモニターを買ってされていました。SNS でですね、思い出の地を募集するといろいろなものがありました。それらへの思いを感じながら、岡田さんは自宅でエアロバイクを漕ぎながら Google マップの映像を見て思いに馳せるってことをされてました。遠い地での旅からどんどん近くなり、最後はゼロメートル自宅ですねって言ったところで、考えながら岡田さんは旅そのものについてこのように定義をします。旅とはそういう定まった日常を引き剥がして、どこか違う周回へと自分を連れていくこと、そしてより鮮明になった日常へとまた回帰していくことだというふうにあります。旅に出た後というのは日常の見え方が異なります。これは何も距離に比例するとは限りません。日常をどう見るかによって過ごし方ですとか感じ方というのは大きく変わってくると思います。自分の地元の観光地を聞かれて何もないというふうに卑下することっていうのよくあるんじゃないかなと思います。しかし実際には観光に訪れている人はいるはずで、何かがあるはずです。その何かを大切にすることこそが旅の本質につながっていくのではないかなと思いました。岡田さんは旅の正体というものをこのように締めくくっております。どこへ行こうとも予定も固定目的も固定概念もすべて吹っ飛ばして、今目の前にあるゼロメートルを愛すること、それが旅の正体ではないかというふうにあります。旅が好きな人にはもちろん旅行記としても楽しむことができますが、出不精の人にも旅とは何かというふうに考えるきっかけになる本だなというふうに感じました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと古本屋さんで開催をしております。開催条件につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。